テント大好きテントバカ尾上優和郎です。今回ですね、とうとうこちらの炭素の源の、エンドレスベース優和郎モデルのスタンディングテープ、完成しました。で早速ですね、今から、貼っていきたいと思います。このね、長方形になりますので、バンドをですね、ペグダウンします。ちなみにですね、上下、丸い部分が、膨らんだ部分が上ですね、ハトメは。四隅のペグダウンは少し浮かせとった方がいいです。まあ理由はですね、また後でご説明します。ポールを差し込む穴はこちらの金色のゴールドのハトメですね。ゴールドのハトメに取り付けます。ポールを取り付けたら、こちらですね、ベルクロテープがありますので、こちらを立ち上げてですね、ちょうど中心に来た、こう通してからかな、通して、グッて引っ張ってから、こう。こうするとちょっとずれにくくなるかもしれないですね。巻き方を変えれば。フライシートですね。フライシートはちょっと前後が分かりにくいので、まあ、前部分をですね、ちょっとこう持ってきて、前に持ってきてですね、で後ろ側からこうかけるといいかもしれないですね。その時にちょっとポールが外れないように、注意した方がいいです。フライをかけたらですね、すぐ中に入って、固定した方がいいと思います。特にこう、一番天井部分から固定した方が良さそうですね。で、ちょっとこっちの下の方をちょっと一回止めてですね、しっかり固定さしとった方がいいですね。
すべてですね、紐を結び終わりました。この後ですね、こちらのスタンディング用のベルトですね、このベルトをこの下から通します。この下からですね、こうやって通して、でこのですね、1番2番目のハトメに、ハトメこの下に入れ込むような感じですね。1番目2番目とゴールドのボールが入ったハトメを重ねます。そしてこっち側ですね、反対側も同じように下から通して、1番目2番目ですね、ハトメに外して、こちらのスタンディング用のベルトをですね、取り付けてから、こうテンションかけますね、ベルトで。でこちらの前も一緒です。こっち側にベルトがありますので、このベルトをですね、下から通します。こうやって通した後に、こちらの1番目2番目ですね、2番目のハトメを、まあこっちが結構テンションがかかりますね、ちょっと力がいりますけど、グッと引っ張ってはめてくださいね。でこちら側も同じようにちょっと引っ張ってですね、引っ張って、骨に入れて、でテンションベルトをで調整ですね。はい、でこれで一回出ます。よいしょ。で次はで前室用のポールはですね、こちらはですね、もう通常通りの、まあ、設営と、まあ、変わらないですね。ポールを通して、で、ポールはですね、フライの、こちらのスタンディングテープについているですね、こちらのハトメに取り付けます。反対側もですね、こちらではありませんので、注意ですね、間違わないようにしてくださいね。そしてこちらの、フックを取り付けます。あとはペグダウンしますね。まず硬質から行った方がいいですね。ユーカズロテントのペグは A の7075 なんで、すごく丈夫です。こういう硬い地盤でもですね、余裕で入っていきますね。そしてペグ自体が角張ってるので全く回りません。はめてしまえばですね、こうぐるぐる回らない。
で前の方はですね少し、外側に向いてるので膨らんでる感じなんで一回ちょっと仮止めしてですね調整します。でバンドは、まあ、ちょうど真ん中ぐらいで これで、まあ、良さそうなら、まあ、しっかりペグダウンですね。でテンションベルトでちょっと引っ張ればですねピンとよりピンと張れますので、はい、設営完了しました。素晴らしい。気をつける点はですねフライシートを上からかける際にこの後部からこちらを風上にするってことですね。風が吹いた時にで風がビューって吹いた時に、前側がですね、浮き上がってまあ、設営もよりしやすくなると思います。いやーいいですね。まあこれだけ見るとですね、まあ、シェルターになってるって感じは全くしないです。実際中に入って初めて、分かります。はい、じゃーん、こんな感じです。広々としてますね。まあこういう感じですね。かなり広いですね。はい、まあもちろんキャノピーも作れます。でこの状態で実際インナーですね、つけられるのかなってくるんですけど実はつけられます。インナーを取り付けるときは、バンドをペグに引っ掛けてこちらのインナーテントとつなげてからテンションかけますね。まあ、全て同じような形で大丈夫です。はい、いかがでしょうか。いや、さすがスタンディングテープのプロです。もう何も問題もないですね、本当に。うん、シェルターとしても使えますしインナーを取り付けて通常のテントとしてもですね後から使用できるというですね。はい、キャノピーを作ってみました。このようにですね広々と使用することができます。素晴らしい。はい、中に入ってみましょう。いやー広い、めちゃくちゃ広い。これはですね、まあ、嬉しいですね。まあ、シェルターはもともとできますけどスタンディングテープを使えばですねグランドシートもいりませんし非常にですね設営が簡単です。またスタンディングテープの価格とかですね、載せときます。購入できる URL も載せときます。まあ、ちょっとですね材料費高騰で、まあ、価格も、まあ、前回ですね、ステーシーとかよりも高くなってしまいますけど、まあ、その点はご了承ください。ユーカズローテントユーザーさんといったらですねもう喉から手が出るほど欲しい、アイテムだと思いますのでぜひともですね購入されてください。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント
ャンビッコオー。